にフレッシェによりました。キヨプーがふっくら穴子の天ぷら 20% オフで318円、まあ消費税ついて344円だけどね。穴子天重、熱量は653キロカロリー、美味しそうだね。ひひ、穴子の天ぷらいただきます。キヨプーと半分食べよう。穴子ちゃんありがとう、めっちゃうまいです。キヨプーがこんなの見つけてきた。上品漬物の和食に合う茎わさびタルタル。わさび大好きなんだよね、マプちゃん。タル、それでタルタル、いや、うまそう。でも半熟だったから早く食べなきゃいけないな。お赤飯にでもかけてみようかな。フレッシェにあったミニ枝豆チーズパン。これに、茎わさびタルタルを塗るとどんな味？うまそうじゃないと思ってやってみようと思います。枝豆チーズパンにスリットを入れました。わさびタルタル、こんなになってます。パンは茎わさびタルタルを挟んでみた。で、キヨプーどうですか？お、キヨプーは茎わさびタルタルを枝豆チーズパンに挟んでみたのだ。キヨプーどうですか？辛いよまさ、茎わさびだから辛いのになんだって、うん、そうじゃん、煮込みは、うん、うん、これはね、多分ね、レースとかにもあるよ、うん、でも辛い。でも2個目なのである、うまいじゃん、辛くて。